はい、こんにちは、ショウです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。ヤドランで、エースバンを受けれないかなって思ったんですけど、相手エースバンがいません。なんで、普通のバトルになるけど、ギャラドスパッチラゴン見るためにクレベース絶対欲しいでしょ？で、ドラパルト見るためにポリツーも欲しいんだけど、ウルガモス見れないよな、ポリツーじゃ、6に。クレベース、ポリゴン2、あと1、これあとカバルドンきついから、初手でエースバーンを投げる形。悪くはないけど。悪くはないけど、それとも、ポリゴン2がいらないんじゃないかな。エースバーンから入って、クレベース、ミミックみたいな。いや、そもそもこれクレベースいるのか？だから普通に対面選出でいいんじゃないかな。エースバーンから入ってミミック裏に置くのは確定でいいと思うんだよね。ラスト。ゴリランダー。いや、ゴリランダーはいらないか。クレベースだな。これでいきますか。ドラパルトは多分特殊なんだよな、今。物理ほとんどいない気がする。ドラパから来た。まぁ、エースバンこっちラムだから、これはダイジェット打つ感じでいいかな。ぶち抜けると思う。相手からすると自破か鬼火を、あ、でも鬼火は無理だから自破だね、多分。自破を刺したいとこだと思うんだけど。まあ、それには割と強いと。で、ここで一体持ってけんだったらカバルドンの前で寝かしながら倒しに行く動きでいいかな。てか遅くね、このドラパルト。なんでそんな遅いの？なんかやばい方じゃないそれ。大丈夫？ジハー。はいはい、それはオッケーで。このためのラムの実だからね。もっかいジェットでいいな。なんだかんだでジェットが割と、通りが、よろしい。相手悩んでるね固まったね。オッケー、ドラパルトタダで取らせてくれて、まあこっからカバルドン出てくる流れが普通にうざいんだけど、ミミッキュでラスイチのストッパーになれるから、でクレベースも頑丈を盾にして一回無理やり動けるから、まあ悪くないんじゃないかな。ああ、カバルドンか。はいはいはい。これ、火球打った方が入るのかな？ナックル、まあ、あくびだよな、でも相手ここ。火球で、潰しに行く方がいいよね。おそらく。このダイマックスに対して厚出しがあんまり効かないっていうゲームの仕様がね、なんか、難しいですよね。急所やった！めっちゃ美味しいんだけど。はい、アクビー。まあ、エースバーンは寝かしちゃっていいかな。膝で。ここは多分相手ステロマックかな。おそらく。勝てえな、ガバルドン。こいつどんだけ勝てんだよ。化け物だよ。あ、あくび連打なんだ。へぇ、まあ。エースバン寝ちゃうけど、地震に対してはそんなに弱くないね。格闘タイプになって寝てるから。ステロ巻き。
これで事実上あれだな、こっちのクレベースは相手のラスト次第では置物になっちゃったね。フルガモスとかだと置物になっちゃってんだけど、最速置きはしない。あーそこで地震か、うまいな。あ地震あくびか。うんまあ膝連打かなとは言っても、オッケー当てんの偉いマジ。あ耳っきの圏内まで行けば何でもいいかな割と。はいはいはい、これならクレベ捨てながら寝ていいかな。いやーでもギャラとパッチラゴンだった時に結構生きるよな。でこの展開強打ポリツなくて、ウルガモスかガモスかギャラかどっちかだよな。ガモスだった場合が結構荷物になっちゃうな。どうしよう。まあでも膝で取りに行くか、しょうがないね。膝今日外してないの偉、まあ、そもそもギャラクレベだったら、あギャラパッチラモンだったらこっちのクレベースで勝ちだし、っていうノリではあるんだけど、あーパチンコか。こいつ積み技ないから、エースマン切りつつでいいかな。ギャラだったら、まあ、竜前のタイミングで置きに行くか、相手が大ストリーム2発打つかみたいな、択は一応あったんだけど、パチンコなら、エスバ捨てて、クレベース投げて、鉄壁、とかでいいかな。で、削ることにさえ成功してたとダイマックスからせればミミッキュのジャレで詰めれると思う。電口。お、S1 耐えた。えら。そしたら一番入るの冬打ちかな。あ、膝が一番入るか。ここ起きないかな、ワンチャン。1耐えたのめっちゃアドなんだけど。ここ、ここ動いたら強えな、結構。起きろ起きろ起きろ、おし当てろ、オッケー、これはもらった。電口やったでクレベス投げてつららばりでいいかな。まあおそらく一発は耐えると思うんだよね、つららばりで。ダイマックス、ダイバーン、火炎放射あったら無理だと思うんだけど、炎の牙だったら耐える。ダイバーンでも。ここ一回耐えてくれるとでかいな。何持ってる、ちなみに。ダイナックルは大丈夫じゃない絶対。あー、オッケー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 。あのこっちのラストが受け駒だったらそのまま貫けるからダイナックル押すか。え、ちなみに元技何なのこいつのダイナックルってバカ力とか覚えたっけ。まあ、鍵打ち圏内まで持ってってくれればいいかな。あ、オッケー、そもそも倒したね。急所めっちゃ急所当ててるわ。ちょ、Sバンド当たる試合もやりたいんでもう一戦いきますか。やっとエースバン来た。ちょ、ずっとエースバン当たんなくて、しかもなんか、構築のパワーが低すぎて、一生負けまくって、ちょっと早くエースバンと戦ってね、なんか、終わりにしたかった。終わりにします、これで。コータス、いいのか。ドリームオンもうざいな。まあでもヤドランは絶対かな。で、
パチンコドラゴンが無理だからクレベースが欲しくて。いやー、パチンコドラゴンのためにクレベース連れてくのやだなー。持ってきたくねー。ミミッケにしよう、その代わりに。そしたら初手から入る駒が欲しいから、エースバーンは割とありじゃない。エースバーン、ヤドラン、ミミッケでいきますか。もうちょ、構築変えたすぎるからね、勝っても負けてもこれを動画にして終わります。ヤドランしかあんま出せないしね、なんか。なんでなんだろうな。悪いポケモンじゃないと思うんだけど。来たー、パチンコから来たー。こいつから来んのかー。これ嫌なんだよなー。まあ、膝打ちに行くか。カフかよー。耐えてくんない？無理だねー。負けそう。じゃれるしかないか、普通に。ダイマックスできればしたくないんだよな。いや、博打で剣棒すべきだったか。風風風、当てすぎだよ。普通だけど、まあ2発当たるくらいは。確率的には別にそんなおかしい話じゃないけどさ、ちょっとよけてほしいんだけどな。だったらミミッキから入んなきゃダメだったか。いやー、これでスカフ、もう、スカフパッチランはちょっときついな。ブリブリブリムオン。ブリブリブリムオン。いや、こうダイマックス切っていいわ。ここの大フォローが開いてきついはず。ここでブリムオンから入ってくるってことは、あー、タスキでミストバーストなのかな。フェアリータイプなの大爆発打ってくるのかな。あれはやだな。これはできれば避けたい感じがあるけど。トリルだったらまだいいかな。それはそれで。タスキかー。これでもミストバースト耐えるんだったら、ミストバースト読むんだったら大ウォールから入るべきだったか。トリル、ラスト遅いやつだね。ってことはドラパルトではないし、パチンコドラゴンはもういないから、コータスだったらヤドランで勝てんじゃない、さすがに。これ大フォローで。ミストバースト耐えないかな。ちょ、耐え耐え耐え、耐える耐える、頑張れ頑張れ。オッケー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 。ここ本当はつらったら大フォローすべきだったけど、まあいいや。ミストバーストじゃない。わかんない。ブリモンはちょっと型が、めったに当たらないんで僕あんまよくわかんないですけど。コータス。コータスで、なんかいいことあんのかな。まあ、ウォールから入って、だからエースバン出てこなかったんだけど。ヤダランはじゃあもう終わり。早くごめん。踏んか。影打ちで切っていいかな、ミミッキは。つか、噴火だったら耐えてたから。大フォロー打てばよかった。影打ちで。まあ、ダイマックスターンをこれで使わせたと思えば、一ターンは稼いだことになるから、まあ悪くないかな。コータスかわいいな。このポケモン嫌いじゃないっすね。影どんぐらい入る？弾持ってんのに。ハイダイバーン。で、ヤドラン投げて。ダイマックス切れるまでは再生連打かな。
本当は電磁波入れたいんだけど、バーンだよね。結構入っちゃうと思う。あー、まあまあ入るね、やっぱり天気の分。コータスとヤドランってどっちが早いの？今でもコータスが先に動いたよな。電磁波出して次上から怠けていいか。オッケー。やったー。アドでしかないね、今の電磁波は。で、それなら、ネットをしていいかな。あんま入んないと思うけど、当倍になっちゃうから。あ、いいダメージ入るじゃん。あ、それがあるんだ。それは耐えないな、さすがに。おー、耐えんの？お前マジ？見どころあるね、なかなか。だったら怠けていいか。ネットでまだ落ちるか、わかんないよな。空火耐える雰囲気が余裕であるから。あー、待って、あくびはまずくないか？あくびはまずくないか？ちょ、だったらネットだったな。このままネットで落ちるなら、それはそれでいいや。ちょ、頼む頼む、頑張って。ちょっと C 振ってるから。オッケー。グダグダだけど、いいよ、勝ったから。勝ったら何も文句ないわ。ちょっとこのヤドランはね、エースマンと戦える日は、多分いつか来ます。じゃあ、おつ。